10回目の優勝、はい、前回優勝はいつか覚えてます？前回、あ、はいはい、こないだ、10回目ね、はい、うん、今日は何が良かったでしょう？今日ね、いや前回も運もあるね、今日も運ですね。いや、そんな運でそんな運でそんなに勝てない。そうだよね、うん、A でね、2、2、4、2、4、2、4、4が続いてね。それでもね、うん、それでも運が良かったな。抽選でまた米もね、はい、当たりましたから、当分米間に合うじゃないですか。そうですね、おかげさんでしばらく買わないです。宮尾さんの子米だらけでね、おかずが欲しいって言ってましたからね。もう米はいっぱいある。ひどいのに22回目の優勝、22回の優勝はやっぱり運じゃ勝てないですもんね。運でそんなに勝てない。そうだよね、そうだよね、そうだよね、うん、今うんうんって言ってたんで横で、うんじゃない、うんじゃないですよね、やっぱりね、やっぱりね、そうだ、自然だからね、運が作用するんだ。またまね、私の前世が良かったもん。前世、どんなことやったんですか先生？6年だ、よっぽどいい人。その会心は私に来てんじゃないかね。やっぱり良かったですね。この日に知ってんのかもかね、俺。皆さんいつも米だったら優勝する人、そろそろおかずに変えてあげないと悪いからあるんで。やっぱり優勝はおかずにしないとさ、米が虫歯くむだってこれ。漬物でもいい。今日は何が良かったんですか？今日はね、距離感が良かったね。距離感、強い人が出ると面白い。ちょっとライバルがね、最近ライバル、宮尾さんのライバルいないんで、ここがいないからね、今日はね、いない。そうですね、なんかここがいないから、まあ、それでもね、なんかちゃんとしっかりと固